こんにちは、アトピークラブレナーです。今日はご自宅で手軽に始められるアトピー改善の見方をご紹介します。それがこの水素風呂です。アトピー改善は何か積極的に行わないと改善にはつながっていきません。レノアに通うことが難しい方でもこの水素風呂ならご自宅で簡単に行うことができます。ではその水素風呂を今日は実際に使ってみたいと思います。2つご用意しました。こちらがただのお水で、こっちが水素生成しているお水です。普通の湯船、こっちが水素風呂の湯船だとイメージしてください。現在こっちは水素風呂の湯船の方は水素生成中です。ジップロックの中に青い液体を入れました。この青い液体は体の中の酸化物だと思ってください。でジップロックをしっかりと閉めました。でこのジップロックは水を通さないですよね。皮膚だと思ってください。これをつけて一体この中の青い液体がどうなるかを見てみたいと思います。2つ用意したので両方に入れていきます。ジャブジャブします。私水素風呂はいくつか使ったんですけれども、いくつか使った中でこの水素風呂が一番良かったです。そしてこの水素風呂はアトピーの方にたくさんの良い結果が出ています。皮膚の中に水素が吸収されて抗酸化されるか、はい、どうでしょうか。こっちが水素風呂につけたものです。そしてこっちがただのお水につけたものです。こっちの青い色がなくなっているのが分かりますか。こんな風に皮膚から水素を吸収して体内の酸化物を取ってくれます。ではこの水素風呂の使い方を確認してみましょう。積極的な改善をしたい方、皮膚が辛い方、あとは皮膚にアトピーの黒ずみがある方の使い方です。水素生成時間は60分です。湯船に浸かる前に60分あらかじめ湯船を水素生成しておいてください。それから入浴します。入浴時間は15分です。15分以上入浴していただきます。そして入浴回数は1日に2回です。1日1回夜だけっていう方がほとんどだと思うんですけれども、この1日2回が改善に効果的になります。皆さんいかがでしたか。ご自宅でも水素風呂を使ってアトピー改善に取り組んでください。